おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。メグダンコンタクティー。はい、ミニチュアおもちゃ遅くなってごめんなサイダー味の2ケース目ですね。2ケース目。はい、今回はパート2として、2ケース目を開けていきたいと思います。異次元キャトル。はい、というわけで、フエラムネのミニチュアおもちゃですが、はい、今このようになってます。はい、全部で22種類、パッケージは22種類で、男の子の箱、男の子のおもちゃ箱、女の子のおもちゃ箱を合わせると全部で44種類ということになってます。で、今この、なんかちょっと、こうね、抜けたりとかしてると思うんですけど、まあ一応、男の子、女の子、男の子、女の子っていう感じで並べてるんですよね。なんで、ここには、このフレーバーの女の子が入るっていう感じです。で、ここだったら、このフレーバーの男の子がここに入ると。はい、そういう並べ方になってます。で、現段階でですね、18種類です。はい、残り4種類、今回ね、狙っていきたいと思います。はい、残りのですね1ケースこの20個ですね、20個、こいつらを開けて、4種類出してですよ、はい、22種類コンプするぞっていうことでね、じゃ早速ですよ、開けていきましょうかね。ちょっとね、こう画角的にここを映してるんで、フエラムネがちょっと映らないとは思うんですけど、一つずつね開けていきたいと思います。これはちょっとこういう状態でいいかな。うん、ちょっとおっしゃったけどね、はい、まあ、映ってるからいいでしょう。はい、というわけで、じゃあね、あ、いいか。じゃあ、ここからですね。ここから、開けていきますね。はい。では、一つ目。さあ、どうなるかな。22種類あるからね。あと4種類とはいえ。あと4種類とはいえですよ。なかなか、難しいですよね。まあ、でも、うん。せっかくこういう機会がねあるんですから、コンプ狙ってやっていきましょう。はい、いきます。では1個目ですね。1個目はこいつ、せーの、ドン、いちご。これはね、あったね、2019年。これいちごは確かね、これですかね、これだったと思う。いちごね、19年の12月ですね。で、これが男の子だったんで、女の子だったらいいんだよね。せーの、どうだ、女の子来い。男の子だね、かぶり。はいはい、じゃあここに戻して、次ですね、2つ目。まあどんどんかぶりますからね、こういうのはね、ほんとこれだけ手に入っただけでもね、感謝しなきゃってところなんですけど、うん、この開ける楽しみっていうのはありますからね。はい、では2つ目いきます。2つ目はこいつ、いきます。せーの、ドン、パイレーツコーラ。パイレーツコーラ、2016年3月パイレーツコーラ味。あ、これパイレーツコーラはね、どうだっけ、あ、かぶってますね、持ってます。はい、かぶりでした。男の子も女の子も出てます。はい、では次ですね、3つ目
まあそりゃかぶるよね、ガンガンかぶるよな。22種類をストレートで出すっていうこと自体がなかなか本当難しいことだと思う。3つ目ですね。はい、ではいきます。3つ目これでいいか。はい、いきますよ。おー見えたね、ちょっといきます。せーの、ドン、笛ラムネ。通常バージョンですね。通常の笛ラムネ、男の子かぶりですね。はい、1973年ね。はい、かぶりです。さあ22種類だけ、ほんと22種類は言っときたいんだよな。まあ仮にどうしようかな、全部揃わなかったらメルカリか。せめて22種類で揃えたいからな。はい、では4つ目いきますね。こっちの方がいいかな。4つ目はこいつ。せーの、ドン。お、グレープはね、グレープはね、どっちかしかなかったよ。グレープこれかな、グレープ、グレープ、ぶどうね、ぶどう。2003年の3月。はい、これかぶらなかったね、女の子で。うん、まあ、かぶり、パッケージとしてはかぶりなんだけど。よしよしよし、じゃあ、ここですね。はい、とりあえず一つ1枠埋まりました。はい、では次見よう。いつ、あ、割れてる割れてる。5つ目ですね。こっち側から開けるのなんか不思議な感じするな。5つ目、よ、5つ目はよいしょ、5つ目はこいつです。はい、いきます。5つ目、せーの、ドン。マジかよ。連続で、ブドウの女の子バージョン来ましたね。はい、かぶりです。はい、はい、では、6つ目。早いね。あ、まあ、なんかすごい割れてる、すごい、めちゃめちゃ割れてる。6つ目かな、6つ目ですね。6つ目、よ、はい、6つ目、よし、はい、いきます。6つ目はこいつ。せーの、ドン。ん、これはメロン、メロンですね。メロンはね、メロンはね、あったよ。メロンは、あ、カブリですね。はい、メロンは男も女もあります。はい、メロンかぶり、ガンガンかぶるな、やっぱり。はい、では7つ目、よいしょよいしょ、7つ目ですね。よいしょ、はい、7つ目はよよ、こいつです。いきます。7つ目、こいつ。せーの、ドン。またブドウ。今回ブドウ多いな。ブドウ3つ目ですね。男の子、ブドウの男の子、2003年3月。はい、かぶり、今んとこ7つ中1個、しかもパッケージはかぶってる。まずいね、とてもまずいね、これはまずいです。はい、では次ですね。8つ目ですね。また割れてる。また割れてるよ。結構なんか割れてるな。よいしょ、8つ目、よし、行こう、どんどん突き進もう。行きます。8つ目です。8つ目はこいつ。行くぞ、せーの、ドン。ん、これ初めてかな。あ、ホットケーキね。ホットケーキか。ホットケーキは、ホットケーキはこれかな。ホットケーキ、あー、男の子かぶりだ。うん、ホットケーキかぶりです。マジか、ちょっともう画面に映らなくなってきたな。この上に乗せようか。はい、マジか、やばいな。あと4種類あるぞ。
あと12個、今から開けるやつ含めて12個しかないよもう。はい、では9つ目ですね。9つ目いきます。よいしょよいしょ。はい、9つ目はこいつ入ってます。せーの、ドン。ミックス重中。あ、そうですね、ミック中重中。これ男の子、ミック中重中は、あー、パッケージ良かったね。とりあえずパッケージ同じだけど男の子と女の子を揃えました。ちょっともういよいよちょっと邪魔になってきたな。男の子と女の子ね、ってことは男の子がここに入りますと。はい、こうですね、埋まりました。でもここ違うんだよ。うん、あのもういいんだよそれは、出なくても。はい、では次、10個目ですね。いやー、パッケージかぶり、いやー厳しいですね。はい、では行きます。折り返しですよ。10個目、こいつ、せーの、1個ぐらい出といてほしい。ドン。コーラ、いやこれもパッケコーラね、うん、これもパッケージ違いであったんだよね。コーラどこだ、コーラは、これかな、これ、あ、違うな、あれどこ行った、コーラは、あ、これかな、コーラ、あ、よかった、とりあえず、コーラね、コーラ女の子出ました。いや、そんなんばっかだな、まあ、嬉しいけどね、一応、まあ、かぶってない、うん、パッケージはかぶってるけど。はい、じゃあここに入りました。はい、どんどん埋まってはいってるけれどもってとこですよね。はい、じゃあね、ちょっと残り半分、10個ですね、残り半分10個開けていきます。はい、じゃあ11個目ですね。11個目、いきましょう。あと10個でしょ。10個で4つ出るかな。これマジで厳しい戦いになってきたぞ。まあでも分かんない、分かんないよね、まだ10個あるわけだから。うん、はい、ではいきます。11個目はこいつ、せーの、ドン。これは見たことないかもよ。あ、ゴールデンコーラ、これ初めてですね。はい、初めてです、ゴールデンコーラ女の子、15年3月発売というわけで、ここっすね、ここに入りました。これで19種類、あと3種類、あと3種類。はい、では2つ目、あと3種類、いやちょっとドキドキしてきたな。あと3種類、頼むぞ頼むぞ、出てくれ、せめて、そう、もう贅沢は言わない、パッケージだけ22種類集めたい。はい、ではいきます。12個目はこいつ、せーの、ドン。フエラムネ、フエラムネ、今回2回目ですね、かぶり。うん、まあデザイン的にね、これが一番好きなんですよ僕、なんだかんだ言って、うん、なんかスタンダードっていいですよね。はい、というわけで13個目ですね。3個目、いやー厳しいねー。はい、3個目です。3個目開けていきますよ。3個目、よいしょ。はい、では3個目はこいつです。いきます。せーの、ドン。いちご、いちごかな、いちご、2013年12月、いちごはね女の子だったから、これ男の子だったらいいんだね。せーの、ドン。女の子かぶり。はい、いやー一応ね、こう女の子男の子の違いバージョン、パッケージは一緒だけどっていうのは3種類、
出てるんですよね。で、新規がこのゴールデンコーラ、ね、いやマジかよ。じゃあ次いきますよ、4つ目。あと6つ、あと7つか、これ入れて、はい、4つ目はこいつ、いきます、せーの、ドン。何これ、いちご、2007年3月、これもね、女の子だった、せめて男の子で あれ、せーの、いきます、せーの、ドン、男の子、よし、オッケー、これかな、これですね、はい、女の子、2007年3月ね、これですね、はい、来た、新しいの、一応新しいんですよね。というわけでここに入ります、はい、埋まってきましたね。まだそれでもね、だいぶ空いてますよ。もうあがよくば44種類いきたいとか思ってたけど全然甘かったですね、はい、じゃあ15種類目ですね。5個目、折り返し、右半分の5個目はこいつ、いきます、せーの、ドン。これなんだよ、あ、ミックスフルーツね、ミックスフルーツあったよ、ミックスフルーツどれだったかな、これじゃない、ミックスフルーツあったよどっかに、ミックスフルーツはこれっすね、これミックスフルーツ、おー来たねー、ミックスフルーツ、これも男の子でした、いやもうこんなんばっかだな。男の子ね、男の子のパッケージが来ました、じゃあここですね、はい、埋まりましたね、またね、はい、では6つ目、あと4つ、泣いても笑ってもあと4つです、はい、ではいきます、6つ目はよ、こいつですね、いきます、せーの、ドン、パラサイトコーラ、多分ね、僕ね、このパラサイトコーラが一番出てますね、一番出てる、もういくつあるかは数えてないですけど。パラサイトコーラか、パラサイトコーラはね、割と早々にそのフィフティースの時、このフィフティースの時にね、もう男の子も女の子も揃っちゃってるんですよ、というわけで次ですね、あとね、泣いても笑っても4つ、いやー、なんかいいっすね、おー。前回お話ししたんですけど、4、5時間かけてですよ、セブンイレブンをね、30店舗ぐらい回ってきて来たんですよね、なんかそういう苦労して購入してきたものなんで、こう楽しいです、なんか被ってても。はい、じゃあ6つ目ですね、7つ目です、はい、7つ目、あーもうあとでも3つしかないってことは、これ入れて4つだってことは、あと3つこの中でね、新しいの出ないとコンプリート無理っすね。いやマジか、意外と22種類なんていくだろうってね、甘く考えてましたね、はい、じゃあいきます、7つ目、せーの、ドン、ブルーソーダね、ブルーソーダは、男の子も女の子もあるんです、はい、というわけでかぶりです、マジか、ブルーソーダでしょ、確かあったと、あ、違うわ、あ、ブルーソーダもね、ブルーソーダ
ブルーソーダも男の子しかなかったわ。というわけで、ならば、ちょ、これ女の子なんで、女の子なんで、ここっすね。44種に向けて集まらなくていいんだよ。22種を向けて集まってよ。はい、では、8つ目。いや、もうこれね、あと残り3つなんで、この3つで出なかったら、もうアウトっすね。はい。マジか。まあ、一応、44種に向けてはいいんだよな、ほんと。とりあえず22種のフルコンプがしたかったんだけどな。はい、では次、8つ目。いきます。奇跡を切ろう。せーの、ドン。いちご？いちごっすね。2013年。いちごです。はい、これは、女の子なんで、かぶりですね。いちごは女の子だろ。そうですね。いちごは女の子です。はい。いちごは女の子なんでかぶりですね。はい。なんかいちごよく出るね。まあ3種類あるからな。パッケージだけでもね。というわけでこれでフルコンプは立たれましたね。フルコンプは立たれました。いや、マジか。そうか。なかなかやっぱり難しいな、22種類ともなると。よいしょ。まあでもね、仕方ない。はい。では、9つ目。一つでも多く埋まりますように、いきます。せーの、ドン！あ、来たー！パインアメ！はい、これ、まあ、初めてですね。パインアメ。2014年3月、パインアメ。これは、新しいですね。新しい子です。なんか女の子ですね。というわけで、女の子。なんか場所おかしいな。狂ってるな、これ。なんでこんな狂ってんだ？あ、違う。こうっすね。こうっすね。位置がちょっとずれてたみたいですね。はい。こんな感じですね。はい。で、女の子なんで、ここか。はい。あー、あと2種類。あと2種類。これでもし出ても、コンプリートができないってことですね。これラスト10個目なんで。はい。というわけで、ミニチュアおもちゃ遅くなってごめんなさい、ダージ。10個目ですね。10個目です。いきますね。はい。ラスト。右側の10個目です。いやー、出るといいんだけどなー。頼む。一つでも埋めてほしい。いきます。せーの、ドン。あ、これで、前回出たね。インザフューチャー。インザフューチャーコーラージ。はい。インザフューチャーコーラージは、一種類だけだったんで、インザフューチャーはね、女の子でした。どっちも女の子ですね。はい。というわけで、これもかぶりですね。かぶりです。というわけで、40個、開けた結果、20種類か。全20種、全部で20種類。22種類中の20種類、になりました。くそー、マジか。揃わんかったなー。だが、諦めるのはまだ早いんですよ。はい。あのね、あと10個。はい。50個買ってきたんで。はい、50個揃えたんで、まあ綺麗にね、ケースで見せたいというのもあったので、まあこの10個はね、22種類揃ったら、まあこれ開封動画で開ける必要はないかなと思ってたんですけど、まさかのね、
揃わなかったんで、まあ、この、あの、幅の10個ね、幅の10個。これで残りの2個をね、狙いたいなぁ。ちょっとおかわりのラストのこの10個。もうほんとこれで最後です。これで最後なんで。この10個でね、残りの2つ開けていき、揃えていきたい。揃えていきたいね。はい。というわけでね、おかわりです。おかわり。10個、残り10個、これをね、開けて、2種類、出したいな、頼む！頼んでてくれ、お願いします。じゃあね、1個目からいきますよ。はい、10個開けていきますよ。いやー、マジかー。いや、ほんとね、40開ければ、22は揃うと思ってました。フィフティースの時に、ちょっとは揃えてたわけなんで、いやー甘くないね、やっぱり甘くなかったな。はい、というわけでいきます。1個目、せーの、おかわり。1個目はこいつ、ドン。いちごは女の子だった。というわけで、かぶりですね。かぶりのかぶりです。はい、もうここに乗せていくしかないな。いや、本当にね、いちごは多いっすね。こうパッケージは違うの出てますけど、3種類ありますからね。はい、では2個目はこいつ。よいしょ、いきます。2個目はこいつ。よいしょ。はい、せーの、ドン。クッピーはかぶりです。はい、クッピーも男の子も女の子も出ております。はい、じゃあ3つ目。よいしょ。いや、もうほんとあと2個でいいんだよ。2種類でいいんだよ。2種類出てきてくれたらそれでいいんだよ。はい、出てほしいな。はい、ではいくつ目だっけ。3つ目か。3つ目も数もわからなくなってきたな。3つ目はこいつ、いきます。せーの、ドン。パラサイトコーラ。僕はこいつに好かれてる。本当にパラサイトコーラめちゃめちゃ出てくれる。くそー、マジかー。では4つ目ですね。4つ目、うっそこんなに厳しい戦いになるなんて全然予想だにもしてなかったっすね。はい、では4つ目いきます。よいしょ。4つ目はこいつ、せーの、ドン。ん？これはコーラ飲むやつ？あ、ありました。怪盗ブラッククッキーマンが3時に飲むコーラ、2017年3月。これね、1個しかなかったよ。これだったかな。よいしょ。そうっすね、男の子ってことは女の子来い。いきます。せーの、ドン。女の子。よし、まあよしじゃないんだけどな、本当は、正確に言うとよしじゃないんですけど、まあいいです、よしで、よしとしましょう、一応。はい。あ、こういうのばっかだね、ほんと今回は。どんどん44種類に迫っていく勢いがあるよ、これ。はい、では5つ目かな。5つ目ですね。5つ目は、よいしょ。はい、5つ目はこいつだ。はい、いきます。せーの、ドン。フラムネー。一番好きだけど、一番好きだし、まあスタンダードなやつだから、まあまあもうこの子はね、いくらあってもいいや。大事にするよ。フラムネでした。はい、次、あと5個。いやまだ希望はあるはず。
6つ目ですね。6つ目はこいつです。来てよ、6つ目いくよ、せーの、ドン。ブドウ。ブドウはねあります。男の子も女の子もあります。ブドウでした。はい、じゃあ次、よいしょ、7つ目。いやもうほんと泣いても笑ってもね、あと4つだけですよ。泣いても笑ってもね、うん、いやお願い、来てほしい。2つお願いします、本当に。7つ目はこいつ。あ、見えちゃってるな。どうなんだろう、ちょっとわかんない、色だけじゃ。いきます、せーの、ドン。ミックスジュース、あー、フルミックスフルーツね。ミックスフルーツはね持ってるんですよ、男の子も女の子も。はいはい、では8つ目。はい、8つ目か、マジか。あと2種類だからな。うん、まだいけるよ、まだいける、3つあるからね。はい、ではよいしょ、8つ目はこいつです。いきます、せーの、ドン。いちご、もういちごいいよ。いちごはもういいよ、ほんといちごね。はいはい、9つ目です。9つ目、もうこんで本当にあとラスト2だからね、ラスト2なんで、この2つで出なかったらパッケージのコンプリートはできなかったことになりますね。はい、では9つ目いきます。せーの、ドン。さあもうお前はパラサイトコーラージー、じゃマジでほんとね一番出てるよパラサイトコーラ、うん、この子はものすごく出てくれる。はい、じゃあもうほんとにこれで泣いても笑っても本当の最後になります。50個目ですね。50個目です。はい。最後、この50個目は一体何が出るのやら。はい。せめてね、本当一個だけでも埋めておきたい。うん、埋めておきたいですね。残りあと2種類ですからね。はい。では、あ、見えちゃった、ちょっと。すぐ見せちゃう。でもあれだけじゃ分かんない。はい、じゃあいきますよ、最後50個目です。50個目はこいつ。3 2 1、じゃん、コラージ。はい、というわけで、コーラでした。コーラはね、全種男の子も女の子も揃ってます。というわけでかぶりですね。はいはい、というわけでですよ、はい、ごめんなサイダージ50個開封しました。でリザルトとしてですね、フィフティース、このねフィフティースの時に集めたものと今回の遅くなってごめんなさいだね。で、集まったミニチュアはこれだけですね。はい、いくつになるんだろう、数えてみようか。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25、26、27、28、29、30、31、32、33、33個でした。
いやーマジか。うん、いやでも結構集まりましたね。うん、まあね、これはこれでいいか。うん、まあ、楽しかったしな、楽しかったし。で、そうですね、僕あの数字の3が好きなんですよ、すごく。まあそういう意味でもね、33種類揃ったっていうのは、まあ、何かの縁かもしれないですね。うん、いやーマジか。そうかそうか。というわけでね、ミニチュアおもちゃ全部で33種類、パッケージ男の子女の子含めてですけどね、22種類中のパッケージは22種類中の20種類、うん、20種類で、男の子と女の子どっちも揃ったのが13種類か。13種類ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ですね。はい、13種類。いやーもうほんとフェラムで難しいな。まあ、なんかどう、とりあえずね、今回はこのパート2まででね終わりになりますけど、うん、まあこうもしかしてあの再販なんかがまたあったり、再販っていう、言い方が正しいのかどうかわからないですけど、うん、またね、あの入荷してたり、うん、こう一応今回みたいにもうな、30店舗はしごするとかそういったことはもう、まあ、とりあえずいいかなと思ってるんですけど、うん、立ち寄ったお店なんかにね、ミニチュアおもちゃごめんなサイダーか、ごめんなサイダーが、入荷しているようであれば、またね、購入してきて開封したいと思います。はい、というわけでですね、ミニチュアおもちゃ遅くなってごめんなさいダージの、フエラムネのミニチュアは全部で33種類まで集めることができました。はい、長くなりましたね。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はネグでした。また会いに来てね。おつべーだー。またねー。バイバーイ。